見えないものを見落として望遠鏡を覗き込んだ静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ。長い長い長い。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今という大きい星君と二人追いかけてった Oh yeah。なんだろう、アハーのため、タメは。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん、見てるくるぶしです。絶対見てない、ちょもちょしはい、オッケー。ありがとうございます。令和3年初めてのクルジュモ公開収録やってまいりましたよ。今回も伊藤太一さんよりお送りしております。いやーところですね、今日はですね、まあ散々我々、いろんなことやってまいりました今まで、ね、YouTube 見たことないっていうこと言います僕らも。おああそう、うわーショック。ちょっとほんならざっくりどんなことしてるか説明してあげたら。今敵屋さんで、くじ全部買って当たりねえじゃねえか。それは光るさんやつ。一個だけずっと避けてたものがあるんですよ。もうこれだけは俺。これだけ、そう、もうな、一回くじで振られたことがあったけど、いやもうそれはやめよう。それはそこにはいかんとこって。でも、バンジーとこれは無理よ。そうね、バンジーはまあいつかやるかもしれない。無理やー。もう、だって今日も絶対やらんって言ってたやつ、挑戦するんですもん。そうですね。それでは、今日は二人でこれに挑戦したいと思います。はい。地球を救う未来コオロギおつまみだい。マジで本当虫嫌い。いやだいよ、これはもうだい。それコオロギがどうなってるの。コオロギおつまみになってるんですよ。ナンバーワン、ガーリック味。おお、あガーリック美味しそうだね。昆虫食レベル3。おナンバーツーがないけど、ナンバースリー、カレー味。昆虫食レベル3。いやきつい、マジで。ナンバー4、わさび味。昆虫食レベル3。全部3。きついこれマジで。まあ、今日はね2人でこれを食べていくんですけど、すげえ今お腹空いてるんですよ。いけんじゃない。これだけは食いたくない俺。コオロギは地球を救うって言うてるんやし、いつ食料難になってもいいようにね、ちょっとコオロギ練習しときましょうよ。いやー俺虫マジで無理だ。3種類あるけど、味は選ぼう。3つ全部食うんじゃなくて、食べたい味を。え、俺それなら3ついきますよ。あ、全部いくの。はい、じゃあね、全部食いましょう。分かった。はい、じゃあもうオープンしちゃうよ。いやーきついなーマジで。俺ファイトさんにねちょっとお皿をお借りしてね、ちょっとバーって出しましょう。あれその間ちょっと喋っててくれるかな。飛ぶ系、飛ぶんだ。トランスフォームする昆虫が嫌いで跳ね出す系。あーわー、なにその、あーかわいい皿。マジでオープンしようと思います。ガーリック、怖っ。待って、え、マジでどうしよう。あかん、わこれは。待って怖い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 。あーこれはあかんわ。ちょっと待って、俺ちょっと今鳥肌だったもん。いやーきっつ。俺が思ってるよりあるわ。虫の死骸やん。虫の死骸ですやん。うーわ、ちょっと色違う。あ、これカレー味。カレー味。マジめっちゃキモいよねこれ。これ行く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 行って、はい、虫はどうなの。俺虫ほんまにあかんの。そのカマキリとか。カマキリもあかんよ。カカ見つけしっさせていただきます。じゃあカブトムシとか。まだマシ、触られへんけど、見つけても、わーっとはならへん。あ、カブトムシやってなるだけ。その俺もそのぐらい。じゃあコオロギは。コオロギは昔俺一軒家で、なぜかいつも風呂場にいたの。それカマドーナでしょ。何カマドーナ。便所コオロギってやつですよ。何そのマラドーナみたいな。これちょっとマジで無理かも。じゃんけんにします。じゃあそれをこれで決めよう。あージャンプオブチキンです。まあね、黒ひげに似た黒ひげ。
とりあえず全種類いくっていう。勝った人は勝った人は1種類いくわよ。はい、行きましょう。最初はグーじゃんけん。さっきね、OK。 へー、飛ぶやんだってパンって。おわあ怖え。怖い怖い。チキンラーメン。ブリオ。私知らぬになったと知らないからこれ買わない。これでバーンってしまったりせえへん。うん、お客さん、あの、差し入れありがとうございます。じゃあ、チョモちゃんにはね、3種類食べていただいて。蜂の羽がないバージョン。いや、もうやめて。わ、俺サーモン無理や。うわ、きつきつ。今、虫持ってるよ。もう一回やってみる。キモ。うわ、うわ、マジで震えてんじゃん。いい音してる。どう？あれ味。おいしい。マジ？これつまみに酒飲んでる人って以外しかいない。あ、見たあかんやっぱ。そうそう。おマジで。わさび。わさび味。その食感とか、その虫の中に含まれるねっちょりしたものとか感じないですか？その完全に上がってる感じやから、うん、あねっちょりはないけど、ねっちょりはない。口の中でわらわらわらって崩れていく感じが、うん、あんまり今まで食ったことない感じ。あ、そう。わさびがいくこっち側です。よく見て。うわ、すげえな。あの、顔見て、顔。顔なんてあるの？顔ついてるよ。これめっちゃコオロギやなと思う。やめてよ、そういうの見つけんの。あ、ちょっと待って待って待って。これアシやん。いや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 。これ全部食うんすよね。あ、全部いく、全部いくってくれるの？で、二人で。いや、無理やろ。全部食おうな、食おう。で、味見して。きつい。あー、いきなりガンとかやめて、まずバンってこの人やるから。あー怖っ。あ、これ何味ですか？わさび。あ、そうかもしれない。おいしい。おいしい。ペコパみたいな。ちょっとこれ全部食えるわ。じゃあそれカレーとガーリック。いやいや、俺これ少ないの。なんでよ。俺勝ったもん。ちょっと路線変更して行きましょう。じゃあそういくの杯みたいになる。せーの。うわ、兄さん、バーッといった方が食える。なんだかわかんないかな。なんで俺が食ってる。あ、でも美味しい。ごめんない。ということでですね、今日は、公開収録で、虫を、コオロギですか、コロギを食べてみたんですけど、ガーッといけばいける。ガーッといけばいける。うん。恋愛と一緒です。ああ、そうね。ああね、今日はですね、皆さんの前で、ベンチコオロギ。これはうちのコオロギ。コオロギ。食べてみた。お送りしました。ありがとうございます。
今度はイナゴ行こう。も入れたことないのに痛いのは苦手なはずなのに僕らは知らないことをいつからか遠ざけてた入らないと諦めた僕らの穴にペペローション君は優しく塗れるアナルに入れたエネマグラ痛みの先に新世界動き始める僕らの前輪Thank you.